ロバート・キルシュナーは、アメリカ合衆国の天文学者、ハーバード大学のハーバード・スミソニアン、天体物理学センターのクローズ科学講座教授。キルシュナーの業績は、超新星や超新星残骸の物理学、観測可能な宇宙の大規模構造、新星を用いた宇宙の拡張の計測など、天文学の様々な領域に及んでいる。1981年、 オーガスト・エムラー・ジュニア、ポール・シェクター、スティーブン・シェクトマンと共に、キルシュナーは、銀河の赤型変異を調査して、ウシカイ・ザ・ボイドを発見した。キルシュナーは、銀河外の神聖の観測を用いて、宇宙の加速的膨張の検証に取り組む、国際的なチームである、ハイゼッド超新星創作チームの一員であった。宇宙の膨張が加速しているということは、 ダークエネルギーが存在することを意味しており、サイエンス氏は、この発見を1998年最大の、科学的、ブレイクスルーであると評価した。キルシュナーは、ザ・エクストラバガント・ユニバース、エクスプローディング・スターズ、ダークエネルギー、アンド・ザ・アクセラレーティング・コスモスの著者であり、1988年から、米国科学アカデミー会員となっている。 2004年から2006年にかけてアメリカ天文学会会長を務めた。キルシュナーはハーバードカレッジで天文学を学んで1970年に優秀賞にあたるマグナ・カムラウデイで学士を得た後、カリフォルニア工科大学に移って天文学専攻で PhD を取得した。 1985年に教員としてハーバードに戻るまでキットピーク国立天文台勤務を経験し9年間ミシガン大学で教えていた。キルシュナーの妻は映画アトミックカフェの共同制作者であったジェーン・ローダーである。ローダーとキルシュナーの初代面は1982年であったが1995年にキルシュナーが ローダーのウェブサイトを訪れたことがきっかけで交際に発展し、二人は1999年にテキサス州ダラスで挙式した。2001年から2007年にかけて、キルシュナーとローダーの夫妻は、ハーバード大学の中にある学部学生用寄宿舎の一つ、クインシーハウスの寮館を務めた。キルシュナーは、作家でテレビプロデューサーのレベッカランド・キルシュナーの父である。 ありがとうございます。